日本千葉県松戸市千田堀千田堀は千葉県松戸市の地名。郵便番号は270-2252。配達は松戸南郵便局が担当。松戸市のほぼ中央に位置し、北は八ヶ崎、東は金ヶ咲時は平、南は日暮れ、西は松戸神殿、上本郷中和層と隣接する。松戸市東部からのビル第一に、 江戸川沿いから続く低地が入り込んだ谷日という地形が見られ、起伏に富んでいる。かつての中心は、香取神社や縁のうがある一帯で、現在も長屋門を構える旧家が残る。松戸市の他地区と同様、地区内は住宅地下が進んでいるが、他日の斜面林を中心に緑が残り、二十歳も残る。地区の北東には、自然村長型都市公園を歌う。 大規模な公園21世紀の森と広場があり、周辺には多目的ホール森のホール21や、博物館、図書館等の公共施設が集まっている。地区北西部において、2017年12月より、松戸市立病院が上本郷より移転し、新たに松戸市立総合医療センターとして、稼働を開始している。江戸時代以前は、下兎国葛鹿郡千田堀村といった、 旧高級料取調部によると、明治初年には幕府及び田中藩が支配する IQ の村であった。1889年の町村制止校により、周辺の村と合併し、東葛飾軍港沖村となり、1943年に松戸市となった。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる、教育文化講演、ありがとうございます。